ですね。柿原さん帰ってきました。あの柿原さんの番組に合わせて9時20分なわけない、ありがとうございます。またゆっくりお話しさせていただきます。ありがとうございました。はいはい、そしたらここで志村さん、どうですか、お疲れ様でした。ありがとうございました。もうなんかね、ヘロヘロ。いや、でもね、つくづく思ったの。あのね、俺45年よと思ってきて、それで健常者って、こんだけしんどいんだから、やっぱり、あの目が見えないヒロと、それからヨット初心者のダグと、二人で大変だったっていうのが、いかにすごいかよくわかった。
やばくてつもないよ、あいつら。はい、そしたら、ここで、花束の、贈呈。あ、ありがとうございます。はい、おかえりなさい。ありがとうございます。あとはね、経営終わるまで船降りないように。そうですね、本当は触っちゃいけない。花束も本当はダメなんやけど。いいよ、まあ、おめでとうございます。ありがとうございます。かのた龍翔さんです。おめでとうございます。いやー、なんかね、つくだろうとは思ってたんだけど、なんか本当につけるときしなかった。台風が心配でさ、いやだからね、帰りはね、天気は貿易風帯が基本的にいいじゃないですか。で貿易風帯出てから北緯20度から35度まで上がる間に台風気圧は覚悟してたんですけど、はい、それはクリアしたんですけど、だけどね、精神的にきつかった。行きはね、大変だった。目的があるじゃないですか。だからまあ、目的で頑張れたと思うけど、帰りは船運んでくるだけですから。これはきつかった。いや、往復やと思ったけど。いや、まあそうなんですよ。だからね、本当言うと、向こうへ着いて、おめでとうございますってサンデーボールで皆さんに言ってくださったんだけど、気持ち的には、あと、ほんとてもじゃないけど、喜べる気持ちはなかったんですけど、いや、もうちょっとね、淡々としようと思ったんですけど、ジボンさん、勝負に勝ちましたね。いやー、とりあえず、ね、はっきり言います、無謀です。おすすめしません。その顔が物語ってます、髭が。いや、きつかったわ。きつかった。でもいい船でしたね。素晴らしい船ですね。はい。本当にこの船じゃなかったら無理だ。これね、今日みたいな風がね、太平洋渡ってる時だったら、ラッキー、素晴らしい風で、今日は走れると思うんだけど、このごちゃごちゃしたところで、この風は勘弁してると思うんですよ。本当に。いや、ちょっとエンジン来てきます。ありがとうございました。